ちょっと大丈夫ですか？動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ、大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。 通りにしろ。 私だけが君たちを救う。君たちの魂は浄化され、来るべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。 集え。
選択肢などない。俺に従え。嫌だ。僕にはやらなきゃいけないことがある。 やらなきゃいけないことを知るかよ。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他？誰もいないぞ。こいつ。悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。 前には聞いてもらおう。仕方ねえ、まずは付き合ってやる。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようなら お払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。 済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。 妹に会いに行く途中で事故ったのか？僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。<笑>それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやる。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。 ここだ。
なんだ、これ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。 力は得られるみたいだな。 妹ってのは病人なのか？ ああ。 それはタイミングが悪いな。 病室は4階だったな。 何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために？あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか。どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。 いいぞ。 こういうところは稀人が多い。気をつけろ。稀人？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。
度はチャージショットを試してみるぞ。一気に引き抜いてやれ。上出来だ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。何か入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ。こんな時だからな。それもそうだな。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけよ。嫌な気配がする。なんだ。気をつけろ。
どうなってるんだ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。目に見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されて、まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそは逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。マリに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。
何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。いやだ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わん。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリオ。頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに。これだよ。マリー！しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい。居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。
人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。なんだろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。守りを固めろ。守りを固めるんだ。いいぞ。浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。片代か。使えそうだ。ここはもういい。目的地に行くぞ。何に向かって吠えてるんだ。あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。
込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。あったよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置…あいつ…余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。エドって人はどこかで生きてるのか。さあ、なんだこの霧。ここはダメだ。引き返せ。エドって人はどこかで生きてるのか。その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。するな。戻れ。これって何。今はいい。先を急げ。君な木だな。
生きてるみたいだ。コンビニか。何か使えるものがあるかもな。何あれ、猫？あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。形代があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。珍しいものが売ってるな。あ、エンジンがある。好きなんだよな。こういうの意外と買っちゃうんだよな。キュウリだけ持っていてもな。無駄遣いするなよ。分かってるよ。この2階だ。ここあんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。なんだここは。秘密基地って感じだな。子供っぽいな。アジトって言えよ。これってあんたの本？うん。ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた子供の頃から普通じゃなかったのか。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。誰？仲間だ。え？だったというべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。俺が調べた事件について書かれて、何かの参考にはなるかもな。確かに。お前が代わりにやってくれるか？
やだよ。気に入ったか、持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん、消された人間は5万か10万、いやもっとか。なんだよそれ。まあ何人消えようが俺には関係ないがな。ただこのどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。マンションごと押し潰す気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。こいつを壊せ。他にもあるはずだ。この階のどこかにさっきの石があるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。木の弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ、ここはもう大丈夫だ。数分だ、急げ。まださっきの石があるはずだ。探すぞ。
止まり？いや、上に行けそうだ。している暇はないぞ。なんだ。近いぞ。周囲をよく探せ。こいつが本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった。結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。誰かいる。違う、いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これはさっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。山で売ってるのかよ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。怪我するぞ。離れろ。汚れに囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。先に進もうぜ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、
せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪の使いようだな。
びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。でまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。行けば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。聞いて、そちらからの魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実体を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。技を覚えられそうだな。より強力な技まで待つのもありだ。近くに何かあるな。何か、いわゆるパワースポットってやつだ。